get on the floor.考えるキャスジギ、キャストジギングについて説明します。キャストジギング、キャストジギは SLJ のタックルで真下だけではなく船からキャストして横に引くことでさらに釣果を上げる釣り方です。キャスジギがよく釣れる3つのポイントなんですけど、船が動かない、潮が流れない時もよく釣れます。そして2つ目はキャストすることによってフレッシュな魚にジグを見せることができます。3つ目はキャストして横に引くので魚が追っかけやすい角度でルアーを引くことができます。この3つの理由でキャスジギはよく釣れます。キャスジギのタックルについてご紹介します。ロッドは7フィート前後が使いやすいです。 SLJ のタックルそのままで使えます。ラインは PE15 前後、リーダーはフロロの4号前後を使います。メタルジグは水深イコールグラム数で OK です。オンザブルーの製品を使ってくれたら嬉しいんですが、どんなメタルジグでも OK です。鉛とタングステンを状況によって使い分けます。フックが非常に大事な釣りなので、フックの交換はマメにした方が釣果が上がります。乗り合いの遊漁船を想定してアンダーハンドキャストを覚えましょう。アンダーハンドキャストはジグの垂らしを短くします。そしてラインローラーは必ず一番上に持ってきます。で、このリールをテコにバットエンドを引き寄せる形でジグをクッと送り込みます。なのでこれを振りかぶるよりはバットエンドをクッと引き寄せる形で投げます。で、目線はルアーの着水点を見ながらバットを引き寄せてください。着水前にサミングをきっちりかける、スピニングリールの場合はフェザリングって言うんですけど、フェザリングをきっちりかけるのも一つのポイントです。アンダーハンドキャストで気をつけることは、ジグを船の中に入れてキャストをしてはいけません。人に当たったり船に当たったりします。必ず船の外でキャストをスタートしましょう。もう一つは、垂らしを長くするとガイドに絡んでジグがこちら側に飛んでくる可能性が高くなりますので、必ず垂らしは短くしてキャストをスタートしましょう。キャストしたらしっかりフェザリングをかけます。フリーでラインを出してしまうと隣の人とお祭りしてしまうので、しっかりフェザリングをかけましょう。着底を感じたらすぐに巻き始めれるようにベールに親指をかけておいてください。すぐに巻き始めて、マダイやハタ、マゴチなどは10回15回巻いてはまた落とす。で、着底を感じたらすぐクイックに巻き始めるといった平場的な釣りを展開していきます。中槽や表槽に青物などがいるときは着底からそのまま1回でピックアップしてしまう、表層まで巻いてきてしまうのも OK です。巻きのスピードなんですが、潮が流れてないときは割と早めに、青物を誘うときも割と早めに、マダイやハタを狙うときや潮が流れているときはゆっくり探るようにしましょう。そしてジグをピックアップしたときにジグが回転していないかをチェックします。このジグがこのようにぐるぐる回転しながら上がってきたときは、水中で何かおかしなことになってますので、フックのセッティングや巻きのスピードを見直しましょう。まで OK、 東の空にゴールデンサンライズ、 West South North Blue Sky、 夜はシャイセレフォン鳴らせば浜辺に集合、朝っぱらから辛口なビールジャックチキンプリーズ、 We are 南国スタイル、 潮騒が奏でる真夏のフィーナー、 マタリーナ雰囲気やっぱいいな、 オリバリバレゲンリディボンボンボン、 マンゴーパイナポーラのダイナソー、 ロコロコ
この大門旗は沈み瀬の周りにベイト反応があったんで、そちらの方向にキャストしてただ巻きでヒットしました。今日はあんまり流れなかった潮止まりをまたぐようなスケジュールの釣りだったんですけど、キャストすることによって多くのあたりを出すことができて、いろんな魚が釣れました。皆さんもキャストジギ楽しんでみてください。